学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。よっしゃ、今日は盛り上がりそうだぞ。みんな一旦手を止めろ。誰が来たか見に来いよ。いや、旅人じゃないか。やっぱり姉貴は君も気候の祝賀会に招待してたんだ。ああ、旅人。また稲妻で大事件を解決したんだって。私も聞いたよ。旅人のおかげで稲妻のメガリレーが廃止されたんだよね。すごいじゃん。さすがは姉子だ。人を見る目がある。あんたが稲妻を旅することで一波乱巻き起こるって姉子が言ってたぜ。そう謙遜しないで。以前このリーユエコーを守ってくれたのも君だってみんな知ってるんだから。モンドでも栄誉騎士に関する噂で持ちきりらしいぜ。本当に大したもんだ。だからさ、あなたのようなすごい人は南十字に残るべきだと思うのね。みんなもそう思うでしょ。そうそう、旅人が仲間になったところを想像したらなんだかワクワクしてきた。私と腕相撲で勝負してみない？あんたは忙しいから来れないんじゃないかって心配してたところだ。お、姉子が来たぜ。北斗姉さん、うちら今ちょうど旅人を説得してたところなんだ。北斗の姉貴も手伝ってよ。なんとかして旅人をこの船に乗せよう。こいつならもう私らと一緒にお祝いするため船に乗ってるだろ。お祝いのためじゃなくて、これからもこの船にいてもらった方がいいと思うんだ。姉さんならうちらの言ってることわかるでしょ。まあまあ、よくわかるさ。旅人は私でも尊敬のできる人物だ。とても素晴らしいやつでもある。もしこいつが仲間に加わってくれたら、南十字にとってこれ以上光栄なことはない。そうそう、その通りだが、旅人ほどの英傑にはなすべきことがある。だからこいつも旅をしているんだ。旅人の足止めをさせ、毎日私らと海の上にいることが本当にいいことだと思うか。そんなことをしたら、進み続ける南十字が前へ進もうとするものを妨げることになっちまう。確かに、うちらの考えが足りてなかった。そういうことだ。それに忘れちゃならないのが、強者に同行を頼むよりも他者を引き寄せられるよう己を高めることだ。そのためにあんたらだって船に乗ったんだろ。そうだな。強者はおのずと強くなる。姉貴の教えを忘れるところだった。もう一度思い出させてくれてありがとうございます。お、もう忘れんなよ。さあ、このことは気にせずさっさと仕事に戻んな。私はこれから旅人に話がある。よく来てくれた。改めて歓迎する。その褒め言葉、遠慮なくいただくとしよう。民たちの間では南十字の統領は他に並ぶ者がいないほど勢いがあり、かの冥界の巨獣カイザンをもたやすく仕留める力を持つと噂されてる。だがもし私がその噂に乗っかり、それを振りかざしていたら、きっと南十字はここまで来れなかっただろう。海の形は千変万化。南十字の統領として常に正しい航路を選ぶのが私の仕事だ。とはいえ、あいつらだって別に普段はあんな感じじゃない。みんな南十字の一員として誇りを持ってる。今日みたいにあんたを強く誘ったのもあんたを認めてるからだ。実力も人柄も申し分ない。だから彼らを悪く思わないでやってくれ。
ならよかった。そうだ、稲妻といえばあんたを送った後に海で思わぬ拾い物をしてな。隣で詳しく話そう。そっちの方が静かだからな。早く。前回あんたが島に上陸した後、私らは離島付近の海域で沈没船を発見したんだ。それはおそらく海賊のものでな。その沈没船の中で地図を見つけたんだ。最初は海図だと思い、新たな航路が見つかるかもしれないと思った。だがよく見てみると、それはリーウェに隠された宝の地図だったんだよ。それもかなり珍しい類のな。ああ、いや、そういうのではない。ただ、あまりにも雑に書かれているから、宝がリーウェにあるとしか判断できなかった。具体的な場所については、何とも言えない。私もリーウェの様々な場所を旅してきたが、今回に限っては諦めかけててな。だが、そこであんたのことを思いついたんだ。陸で宝を探すなら、あんたの腕にかなうやつなんて誰もいないだろ？あんたが力を貸してくれたら、私も安心だ。ほら、これがその宝の地図だ。見てくれ。どうだ？思い当たる場所はあるか？桐原か。思いつきもしなかった。どうやって判断したんだ？はあ、なるほど。さすが旅人だ。そんな細かなところに気づくとはな。それじゃあ一緒に確かめに行こう。後々あんたの力が必要になるかもしれない。あんたの話だと確かこの辺りだよな。あの連中はどうやら砲塔団もここを嗅ぎつけたか。つまりここには本当に宝が隠れてるってことだ。相手は大人数。もし後々戦うことになったら、あんたは私の後ろに隠れてな。あれ式の相手、私一人で十分だ。野郎ども、もっと気合を入れろ。宝が手に入ったらお前ら全員に褒美をやる。全員動くな。どこの世間知らずが騒いでやがるんだ。俺様が誰か知らないようだな。命が惜しいなら、龍だと。野郎ども、連れ帰るぞ。走る。絶対に振り返るな。誰が動いていいと言った？竜王様、北斗様、どうか命だけは勘弁してください。つい偉そうな口を聞いてしまいました。もう二度とあのようなことは言いませんので、どうか寛大なお心で見逃してください。なら、せめて俺の手下たちだけでも。こいつらはただ生計を立てるためについてきただけで、悪いことはしてないんです。捕まえるのなら俺一人に。手下たちにはどうか恩情を。北斗様に父兄を働こうなど全く思っておりません。ほう、まあいい。薄情な奴ではなさそうだ。
その部下を思いやる心に免じて、今日のところは見逃してやる。行け。ありがとうございます、北斗様。おっと、待った。北斗様、他に何が？この宝はもとより主なきもの。先に見つけた奴の手に渡るのが道理だ。それは、私たち南十字だって心得てる。あんたらが先に見つけたものだ。値段をつけろ。この北斗が力を振りかざし、誰かをいじめたなんて噂、耳にしたくないからな。北斗様、値段をつけるなど、めっそうもありません。この宝は、俺の暴言に対する詫びだと思ってください。さあ、どうぞ受け取ってください。ふん、そういうことなら、あんたらの行為を素直に受け取ろう。どうやら極悪人でもないようだ。私が正しい道を示してやろうか。今後もし改心をする気があったら、南十字のコネを使って港での仕事を斡旋してやってもいい。決して大きな仕事じゃないが、少なくとも真っ当な道を歩める。今のあんたらよりよっぽどマシだ。なんと、どうお礼したらいいか。皆を代表して北斗様に感謝いたします。さて、この宝箱の中には何が入っているのか。ちっ、これじゃないな。もう少し探してみよう。この辺りにあるかもしれない。この石、妙だな。何か隠れてるのかもしれない。隠って、何もないな。うん、他を見てみよう。あのヒルチャールたち、何か掘ってるみたいな。確かヒルチャールは地中に埋まった宝物を掘り出すと聞いたことがある。私らも行ってみよう。それよっ、はっ、それ補助力を。諦めて震えなさい。やるわね。逃げ道はあります。粉々よ。よっ、それ早く結霜せよ。はい、よっ、目には目を。よっ、こっちにもないな。怪しいところは全部探したが、何も出てこなかった。他に心当たりはあるか。それは一枚の。北斗様、北斗様。お、何しに戻ってきた。北斗様、実は俺たちこの辺をずっとうろうろしてたんです。どうしても離れられなくて。あれから北斗様の言ってくれたことをずっと考えていました。そして希望を持つようになったんです。北斗様、どうか機会をお与えください。俺たちは悪事から足を洗いたいと思います。ほう、その決心本気か。もちろん本気ですもん。なら覚悟しろ。港の雑用といっても、よそから見れば南十字の助っ人のようなものだ。苦労することになる。当然他の人よりも厳しい審査を通過する必要だってある。はい、もちろん分かっていますとも。正直なところ、今日道を示してくれたのが名実ともに義に厚い北斗様でなければ心は動かなかったでしょう。でもそれを言ってくれたのが北斗様だから、俺たちは決心しました。ですので、どうか聞かせてください。将来的に南十字の正式な船員になれる可能性はありますか。わずかな希望でもいいんです。南十字に高望みをする者なんていないぞ。だが英雄は出生問わない。名称も必ずしも名門の出である必要はない。いつか私をうならせ、南十字のみんなに認めてもらえたなら、あんたらが望むことも不可能ではない。北斗様、ありがとうございます。このご恩は一生忘れません。そうだ北斗様、
何かお探しのようでしたが、まだ見つかっていないのでしょうか。どうした？まさか何か心当たりでもあるのか。俺たちは桐原に2つの宝があると聞き、兄弟を連れて今日ここに来たのです。そして一つ目の場所に着いたところ、北斗様に出会いました。もしかしたらもう一方の場所に北斗様の望むお宝があるかもしれません。この辺りのはずですが、具体的にどこかというと、実は俺もよくわからないのです。宝の手がかりは闇市で聞いたもので、ある死に手がかりが隠されています。泥酔し、人影のない廃墟を見つめ、横になった工事の影が重なる。空が眠りて日が落ちるまで夢を見ると、母の家を覆いし幸運を恨んだ。人影のない廃墟というのはこの辺りの古代遺跡のことです。いやー、しかし死の後半はよくわかりません。いやー、まったくこの俺がバカなせいで。死に手がかりが隠されているのか、なら問題ない。私の隣にいるこいつだが、宝を探すことに関して師匠と呼んでも差し支えのない腕前だ。これしきの謎、旅人には朝飯前さ。そうだろ。まずはその場所に行ってみよう。そこに何か別の手がかりがあるかもしれん。あ、はい、野郎ども、お二方の道案内をしろ。ここは死にあった人影のない廃墟です。多くの宝があったと言われています。しかしこの辺りの様子を見るに、宝はとっくに掘り起こされているかと。ということはこの詩をちゃんと解読しなきゃならんみたいだな。泥酔し、人影のない廃墟を見つめ、横になった工事の影が重なる。空が眠りて日が落ちるまで夢を見ると、母の家を覆いし幸運を恨んだ。何か思い当たることはあるか。少し離れた場所で、かつここが見える場所ってことか。なら木の影はどういう意味だ。わかりました。この人は寝てしまったんじゃないでしょうか。日没までぐっすりと。日没、工事の影。ああ、確かにありえるな。早速その周辺を探すとしよう。だんだん宝に近づいてきた気がするぞ。苦労した甲斐があったな。この北国銀行の金券こそがお宝だ。さすがだな。こんな巧妙に隠されてたものをいとも簡単に見つけてしまうとは。あんたがいなかったらこの金券は見つからなかっただろう。ものすごい大金というわけではないが、一般人がしばらく生活するには十分な額だ。それにこれはただの金券じゃない。この宝の地図を見つけた時、一通の手紙が小瓶の中に一緒に入っていた。詳しくはこの手紙を読んでみろ。読み終わったか。
ああ、間違いを犯したわけではないが、結果は世の中には予測のできないことが実に多い。よし、私たちが彼の最後の願いを叶えてやるか。この金券を受け取るべき人のところへ届けよう。ここだ。野郎ども、仕事だ。この金券を小屋に住んでるばあさんに渡してやろう。リーユエ総務士からの社会福祉費だと説明すればいい。はい、北斗様。どうした？なるほど。ただ費用給はどこにでもあるもんじゃない。こんなに集めるのは大変だったんじゃないか。この費用給は気持ちとして一つだけ持っていけばいい。今日はあんたが同行してくれて助かったよ。さ、行ってきな。この費用給と金券をばあさんに渡してきてくれ。もし聞かれたらこう答えるといい。異郷にいるあんたの子供がよろしく言ってたってな。貴族たち、前回あんたがその沈没最初はかだが、よく見てみるとそれはリーウェに隠された宝の地図だったんだよ。ああ、いや、そういうのではない。ただあまりにも具体的な場所に、私もリーウェだが、そこであんたのことを思いついたんだ。陸で宝を探すならあんたが力を貸してくれたら私も安心だ。ほら、どうだ、思い当たる場所はあるか。警察層？全く関係なさそうな気もするが、どうやって判断したんだ。ほう、なるほど。こっち方面のことだと私はズブの素人だ。あんたがそう言うのなら確かめてみる価値が十分にある。一緒に確認しに行こう。目的地に着くのにまたあんたの力を借りるかもしれない。はっ、それ。おや、北斗じゃないか。まあそれに旅人も。今日はなんか特別な日なのかい。この老いぼれに会いに来てくれるとは。この前南十字が来てくれてからまだあまり日は経っておらんが、じゃがいいところに来てくれた。そこの二人がちょっとしたことで言い争いをしておっての。老いぼれの私じゃ何を言っても聞いてくれん。私の代わりに何か言ってやってはくれんだろうか。ああ、弱心婆さん、あんたは先に休んでな。何かあったら私と旅人が解決しとく。あ、北斗の姉子、いいところに。姉子の意見を聞かせてほしいんだけど。姉子、僕の代わりに何か言ってやってくれよ。一体何があった？最初から説明してくれ。思い出すたびに腹が立つ。理由はわからないけど、基地のやつが山柄を飼い始めたんだ。で、その山柄が私の畑に飛んできて作物を半分もダメにしたんだよ。弁償してって言ったのに断るし、筋が通らないでしょ。姉子、僕は何もしてない。
僕は山柄なんか飼ってないんだ。ただ山柄が可愛くてふっくらしていたから数回餌をあげただけで、実際はどれも野生なんだよ。数回？数回とはよく言えたものね。最初は庭しかいなかったのに、今じゃもうあなたの家の屋根に巣まで作っていっぱい子供を産んでるじゃない。あなたの家の玄関先を通るたびに花鳥一枚でも来たんじゃないかって錯覚するほどよ。今日こそは責任を取ってもらうわ。巣は産んだだけだろう。それでも野生に変わりはない。そういうことか。事情は理解した。うん、あんたはどう思う？まあ、あんたの言うことにも一理あるな。弱心婆さん、前に南十字が来た時に保証金を持ってきたはずだが、余ってるか？今回の件はあくまで町外、保証金で文英の損害を補うとしよう。ああ、まだ十分残っておるぞ。むしろ南十字が来るたびに持ってきてくれるから、このような小さな集落では余るくらいじゃ。北斗の姉御、ありがとう。吉は一生弁償する気がなかっただろうし、姉御のおかげで助かったよ。ありがとう。姉御がいなかったらこんな大金僕には到底払えなかった。帰ったらすぐ山柄たちを追い払うよ。もう近所の畑を荒らさないように。北斗よ、あなたはこの小さな集落の面倒をいつも見てくれる。私らはどうお返ししたらいいんじゃろうか。弱心婆さん、あんたも知ってると思うが、警察層の若者たちは南十字で大活躍している。南十字が今日までやってこれたのもあいつらのおかげだ。だから遠慮すんな。吉、文英、あんたたちもそろそろ戻んな。北斗様、北斗様、よく来てくれた。コージーか、久しぶりだな。元気だったか？はあ、それが隣のジンとちょっとした揉め事があってな、まだ解決できてないんじゃよ。北斗様がここに来たと聞いて助けを求めに来たんじゃ。どんな揉め事だ？わしについてきてくれ。直接ジンと会って話した方が早い。北斗様、来ていたのですか。なんだかコージーと揉めてるらしいな。一体何があったんだ、聞かせてみろ。数年前にこのジンが庭に木を植えたのがことの発端じゃ。その時は気にもしてなかったんじゃが、なんと数年後その木が屋根よりも高くなってな。毎朝窓を開けるとその木の影のせいで日の光が入ってこず、気分まで落ち込むようになったんじゃ。そこでジンに木を切ってほしいと頼んだ。じゃがこの小僧はこともあろうか断りよってな。はい、わしを死ぬほど怒らせるつもりか。北斗様、僕の話を聞いてください。僕はわざとコージーの家の火を遮ったわけではありません。仕方がなかったんです。確かに木はありますが、それはうちの父さんが植えたものなんです。ただそれを植えてすぐ遺言を残して亡くなってしまいました。うちは運に恵まれず、開運のためにこの木を植えたんです。それを切るだなんてとんでもありません。正直僕もリーユエコーで数年勉強していたので迷信との線引きはできてます。でもやっぱりこれは父さんの遺言だから。なるほど、わかった。あんたはどう思う？
ああ、あんたと同じことを考えてた。コージー、私はジンをかばうわけじゃない。ただ、誰しも心に血が通ってるもんだ。ジンが木を守ってるのは、金儲けのためでも、人に危害を加えるためでもない。もちろん、家のことを守ろうと迷信を信じきっているわけでもな。ただ、父の最後の思いを守るためだった。コージー、あんたにも子供がいるだろ？そうじゃな。だから、もしコージーが良ければ、弱心婆さんと相談しよう。日当たりの賠償として、保証金から手当を出してもらうようにする。あの木については。ああ、よい。北斗様がそう言うのなら、あの木は残しておこう。手当がもらえるんだ。これで気もだいぶ楽になる。北斗様、話を聞いてくれてありがとうございます。コージーも木を切らなくていいと言ってくれて助かりました。僕も戻って木を剪定し、できるだけ日差しが良くなるようにしてみます。ようやく解決してもう悩まなくて済むと思うとほっとします。ところで北斗様、前に南十字が村に訪れてからまだ日が浅いですが、今日わざわざ来ていただいたのは何か用事でもあるのですか？大したことじゃない。ちょっとした仕様でお宝を探してるんだ。え？お宝？そういえば先ほど長平と徳府が畑でお宝は俺のものだみたいなことを言って争っていましたよ。北斗様が探しているものと関係があるかどうかは分かりませんが、彼らならまだそこにいるはずです。そうか、あんたとコージーはもう大丈夫だよな。私はそいつらのとこに行ってくる。早く。北斗の姉子、ちょうどいいところに来てくれた。徳府のやつ、全くもって理不尽なんだ。どうしたんだ？姉子、俺は理不尽なことは言ってない。最近農作業が忙しくて、長平に畑を耕すのを手伝ってもらってたんだ。そしたらなんと、こいつの掘った地面から宝箱が出てきた。ここは俺の家の土地だから、その宝箱の中身も俺のものになるはずだろ。当たり前のことだと思うんだが。その言い分はおかしい。俺は畑を耕すのを手伝いに来たってのに、あんたはモラを一枚もくれなかった。宝箱は俺が掘り当てたんだ。その分け前をもらってもいいじゃないか。はは、今日はなぜか揉め事が多いな。あんたはどうしたらいいと思う？そうか、この件についてはよくわかった。ちゃんと決着をつけたいならリーユエコーの法律家に相談するのがいい。費用に関しては私が負担しよう。二人はどう思う？うん、どうやらこの案は気に入らないみたいだな。実は今日私がここに来た理由は、あるお宝のためなんだ。もしかしたらあんたらが言い争ってるその宝箱の中に入ってるかもしれない。だから二人とも喧嘩なんかやめて、ここは私の顔を立てるとでも思って、それを譲ってくれないか。今後もし何か必要なことがあれば、遠慮せず南十字を頼ってくれていい。まったく、北斗の姉子、その言い方は少しよそよそしいんじゃないか。その宝箱が欲しければ持って行ってくれて構わない。ああそうだ、まさか北斗の姉子がこの宝箱を探してたなんて。もっと早く行ってくれれば、わざわざ足を運ばなくとも直接私に言ったのに。今日一日さぞ苦労したのでは。こんな揉め事のために手を焼かせてしまって面目ない。村について来てくれ。
みんなを呼んで美味しい料理と酒を用意しよう。夕食を一緒に楽しもうぜ。宝箱のことは気にしなくても大丈夫。俺が村まで運んでおく。今日は実にいい日じゃ。北斗、みんなの問題を解決してくれて助かった。そうそう、北斗の姉子のおかげだ。でないとかなりの出費になるとこだった。北斗様がいなかったら今もコージーと喧嘩していたでしょう。ほらほら、みんな北斗様の世話になった奴らだ。さっきまでのいざこざなんか忘れよう。ほら杯を掲げろ。北斗様に乾杯。あんたらと一緒に楽しい時間を過ごせて最高だ。うわ、満足満足。なあ、私と一緒に散歩でもしないか。この警察層の景色は大したもんだぞ。ついでに宝箱の中身を確認しよう。将兵が水車のところに運んでくれたらしい。これ式の下げ、どうってことない。私は北斗だぞ。さ、ついてきな。それ早く。あんたはどう思う？みんなが私のことを信頼し、公正な判断を求めてくる。だが私のやり方は別に賢いもんじゃない。笑ってくれていいぜ。実際私自身もそう思ってるんだ。例えばあの宝箱のことで言い争ってた長兵と徳府、正直どっちに渡せばいいか判断できなかった。だから賢くないやり方、つまり私のものにしたんだ。そうすれば少なくともあいつらは不公平に感じない。しょうがないだろう、私は行幸じゃないからね。完璧な取引を締結させることなんてできない。そして縁起でもないから絶対的で公正な判決も下せない。私は北斗だ。私の最大の武器、それは人情だからな。気軽か。人によっては人情を価値あるものとして捉え、計画の一部にしっかり組み込んで考える。それは人情を手段として使ってるからだ。また人情には価値がないと考え、人との関係をただの重荷だと思うやつもいる。だがな、私から見て人情ってもんは人との絆なんだ。何千年もの間、リーユへの人々は助け合い、人間の小さな行為によってお互いの絆を築いてきた。こうして人はもはや一人の人間ではなく、倒れても目に見えない絆が網のようになって支えてくれるんだ。私は子供の頃からいろんな人の世話になってきた。もちろん逆に面倒を見た人もたくさんいる。それらをつなげると海にいる魚のように数えきれないほどの数になる。そのおかげで私も南十字も数多くの困難を乗り越えることができてきた。ある日妖魔が世界に降り立ち、法が瓦解し、リーユエが再び戦争の時代に戻ったとしても、この絆は必ず人を暗闇から光へと導くだろう。そんなつもりはない。
だって私らの間にはとっくに絆があるはずだろ。この風まさか酒でも入ってるのか。なんだか風が吹くたびフラフラする。何か忘れているような。さっき言ったばかりなのに。お、宝箱、思い出したぞ。宝箱のために来たのに会話が弾んじまって忘れてた。早く宝箱を開けてみよう。中に何が入ってるか楽しみだ。なんだこのガラクタは。私が望んでたものじゃないが、この宝箱はあんたと一緒に手に入れたもんだ。全くもって悔しくなんてないぞ。さあ酒を飲みに戻ろう。今夜はとことん楽しんでやる。よっしゃ、今日は盛り上がりそうだぞ。いや、ああ、私も聞いた。さすがは姉子だ、人を見る目がある。そう謙遜し、モンドでもええ。だからさ、そうそう、旅あんたは忙しいから来れないんじゃないかって心配してたところだ。お、姉、北斗姉さん、うちら北斗の姉貴も、こいつならもうあた、お祝いのため。まあまあ、もしこいつが、そうそう、だが旅人の足取、そんなこと、確かに。そういうことだ、そのためにあんたらだ。そうだな、姉貴の教え。お、よく来てくれた、改めて歓迎する。何も助けてなんかいないさ。客人のあんたを困らせたとなったら、招待した私が恥をかえちまう。だがもし私がその噂に乗っかり、それを振りかざしていたら、きっと南十字はここまで来れなかっただろう。海の形は千変万化、南十字の棟梁として常に正しい航路を選ぶのが私の仕事だ。とはいえあいつらだって別に普段はあんな感じじゃない。みんな南十字の一員として誇りを持ってる。今日みたいにあんたを強く誘ったのも、あんたを認めてるからだ。実力も人柄も申し分ない。だから彼らを悪く思わないでやってくれ。お、そいつはちょうどいいな。実は今新人の船員を集めて訓練してるんだ。海での生活についていろいろと学べるぞ。あんたが興味があるなら体験してみないか。陸で大活躍した旅人が海でもその才能を存分に発揮できるのか、ぜひとも私も見てみたい。どうだ。ならついてきな、面白いもんを見せてやる。今日も静かな一日だ。今副船長のジューザが新入りに説明をしてる。あんたにとっちゃこの部分は退屈だろう。参加しなくていい。この説明が終わった後、新入りの希望と船員たちの判断によって2つの組に分けられる。で、より専門的な訓練を受けるんだ。そのうち1組は応急処置、気象観測、心理的なケアなど、海の上で生きるにあたり必要な総合知識を学んでもらう。彼らには今後、安全な航海のための広報支援を担当してもらう予定だ。ちなみにそいつらは南十字の盾と呼ばれている。南十字の目？あ、それが神の目のことなら
あたしらはそんなにたくさん持ってないぞ。もう一組は南十字の矛と呼ばれている。彼らは海上での戦いについて学んでもらうんだ。つまり武装船員だな。また船体の貨物取引も彼らが担当することが多い。どうだ、あんたならどっちに興味がある？やはりあんたには人を守りたいという心があるんだな。そうなると南十字の盾は生存知識と娯楽知識の2つに分かれる。生存知識は先ほど言ったように海での怪我や病気の予防、海図の見方や書き方、簡単な気象観測などが含まれる。まずは銀鏡と海星、それから六石に聞いてみな。彼らは各分野のベテランだ。適材適所って言葉があるくらいだ。人にはそれぞれ得意分野がある。私にも少しは知識があるが、他の奴らを甘く見ない方がいいぞ。もし船体の中で一番誇りに思うものは何かと聞かれたら、私は間違いなくこの船の仲間たちって答えるからな。さ、行ってこい。終わったらちょっとした問題を出してやる。あんたがどれほどの成績を収めるか期待してるぞ。こんにちは、旅人さん。私は銀鏡、南十字の船員をしています。もし船員が船酔いや風邪を訴えたり、手足の切断が必要になったりした時、私が責任を持って治療しています。はい、北斗姉さんに言われたんですよね。私に任せてください。まず新人にとって航海で最も危険なことは何だと思いますか？確かにそれらも戦場では厄介な問題ですが、最も危険なものではありません。新人にとって最も危険なのは危険に対する油断です。若く自分には力があると思っている新人の船員は、その多くが怪我や病気の予防をないがしろにしています。彼らは陸の上で問題がなければ海の上でも問題がないと思っているのです。そういった方々は最終的にひどい目を見ることになります。海を渡ること、特に遠洋航海はとても過酷な仕事だということを忘れてはなりません。物資不足による栄養の偏り、急激な温度変化や厳しい気候による病など、さまざまな問題に直面することでしょう。情報の遮断や娯楽不足による心理的な問題も生じるかもしれません。さらに重要なのは、海上では薬や治療法が豊富にあるわけではなく、些細な問題でも取り返しのつかない結果になる可能性があることです。先ほどの話が冗談だと思っていたようですね。無理もありません。ほとんどの新人はそう思うでしょう。しかしあなたにはこれを重要視してほしいのです。防げたはずのことがこれまでにもたくさん起きたので、私からは以上です。新人でしたらひとまずこれらをしておけば十分でしょう。他に聞きたいことはありますか？あなたは彼らのその後が気になるんですか？北斗姉さんがあなたを認めている理由は実力だけではないようですね。船木を説得して船体の帳簿を見せてもらえば、定期的な療養費と障害者のための補助金という項目の固定費があることがわかるでしょう。船体の収入に関わらず、この支出を変更することはありません。共に戦った仲間たちに毎年送っているものです。陸に戻った彼らの中には事業を立ち上げたり旅に出たりする者もいます。
もし体の怪我を忘れることができたら、きっと私たちよりもずっと自由な生活を送れるでしょうね。残念なことではありますが、生涯つきまとう痛みを無視することは誰にもできません。唯一の救いは、北斗姉さんが指揮する南十字は決して仲間を忘れないということです。他に聞きたいことはありますか？北斗姉さん、彼女は私が今まで会ってきた人の中で仲間の命を一番大切に思う方だと思います。私は一介の繊維ですが、北斗姉さんのお達しにより不調だと思った新人を船から降ろして休ませる権利を持っています。航海前の物資調達においても医薬品の優先順位は一番高いです。そして十分な予算を割り振られているため、必要なものを自由に購入できます。船体の会計を担当している専務がこのことをどう言っていると思いますか？かなりの金銭的な負担だとのことです。それでも不必要な怪我や病気を避けるために、北斗姉さんは私に権限を与えてくれました。北斗姉さんはこの問題を解決できる人物として私を信頼してくれています。もちろん私もその信頼に応えているつもりです。これが彼女の考えになります。他に聞きたいことはありますか？はい、今日はここまでにしておきましょう。くれぐれも健康には気をつけてくださいね。あんたの活躍、私も楽しみにしてるぞ。旅人、さっきはごめん。あなたに加入してもらおうとつい躍起になって困らせてたことに気づかなかった。姉さんが気づかせてくれてよかったよ。それならうちに聞いて大正解だよ。自分で言うのもあれだけど、リーユエ校で最も才ある航海士は今あなたの目の前にいるうちだからね。じゃあまずは海図を識別する上で大切な点を教えるね。質問があったらいつでもしてちょうだい。複雑な数値の記された海図を手にした時、まず何を見るべきかわかる？海岸の形状、島の位置、水深、水路要素、危険物、それらを書かれている内容から確認するの。これらの情報があれば少なくとも安全な航路を導き出せるかどうかの判断ができるよ。表現の面において海図に用いられる描画は特殊で、陸地みたいにはっきりとした基準がないの。それにほとんどの海図には縮尺がついてないから正確な距離を割り出すのも難しい。ただ最新の海図にのみ距離を示す補助線の入った付属図があるんだ。その補助線は様々な色で引かれているの。ちなみにうちのおかげで南十字はその最新のやつを使ってるんだよ。それと一部の作図者は特殊な記号を使って表記することがあるの。付属図がなかったらなかなか解読できないんだ。それだけじゃないよ。破けた海図の仕入れ先はいろいろあるからね。正直うちにとっても挑戦なの。だってどれも長い歴史を持っているからね。書かれた印とか見たことのないものがたくさん。でも難しければ難しいほどやりがいを感じるんだ。もし解読できなかったら海に関する多くの秘密を逃しちゃうもの。幸いなことにうちらには北斗姉さんがいる。どこで手に入れたのかわからないけど、古代の記号学の本を手に入れてくれたから、それでうちも勉強できるようになったんだ。さすがは姉さんだよね。こんな滅多に市場に出回らないものを手に入れるなんて。古い海図だけでなく記号学の書籍まで。
あった、ちょっと話が脱線しちゃったね。海図の解読に関する基礎知識はこんなもんかな。他に聞きたいことはある？旅人。海図の書き方？それってかなり上級者向けだよ。それに正直あんまり得意じゃないんだ。今うちらが使っている海図も前任の航海士が残したものを参考に修正したものだし、ただ海図は最新の状態を保つ必要がある。つまり海の状況の変化に合わせて更新する必要があるの。それがうちにとって数少ない海図製作の経験かな。ただそれについては北斗姉さんにも聞いた方がいいと思う。この前船体が未知の海域に迷い込んだの。危険を感じたからあまり深入りせずにすぐ引き返したんだけど、船が通った区域を姉さんが簡単な海図にしてくれたの。将来の探検のためにって。意外でしょ？うちも驚いたんだ。まさか姉さんが海図を描けるなんてね。それはうちに才能があるから育てようと思ったんだよ、きっと。実はうちだけじゃなくみんなに対しても同じなの。以前うちもあなたと同じような疑問を持ってたんだ。だって大半の船では航海士の仕事を船長がやってるからさ。うちは姉さんの意図が知りたくて直接聞きに行ったんだ。そしたら笑いながら怒られちゃった。岩王帝君だって一人で戦ってはいなかったってね。きっと姉さんは船にいるみんなが一人前になってほしいと考えてるんだよ。全員に南十字船隊を支えてほしいんだ、きっと。もしいつか姉さんがいなくなってもうちらは前に進み続けることができる。普段は大雑把で勢い任せの姉さんだけど、みんなのことを真面目に考えてるんだ。他に聞きたいことはある？旅人。当然のことをしたまでだよ。姉さんの友達ならうちの友達も同然だから。それ旅人、気象観測についてこの俺に聞きに来たのか？俺みたいな仕事だと目が良くないと食っていけないからな。北斗の姉貴が新人用の訓練を案内してただろ。そしてお前さんは銀鏡と海星のところに行って話をしていた。それで分かったんだ。姉貴はおそらくお前さんに船員の生活を紹介しているんじゃないかってな。なら早速気象観測の大切な点を教えよう。海の気象とはもっぱら海霧、高潮、海上竜巻などの現象を指す。それらのほとんどは安全な航海に影響を与えるものだ。しかし幸いなことにどんな気象にも予兆はある。例えば海上竜巻、これは渦を巻くように風が高速回転する現象でな、大型船をいとも簡単に巻き上げ多大な損害を与える非常に危険なものだ。だが海上竜巻は高温多湿で
大きな国運のある環境下でのみ発生する。それさえ知っていれば対処が可能だ。それと海上竜巻が発生する前は反対方向に強さの異なる風が吹く。それも知っていればより警戒することができる。そして最も重要なのが、国運の中に小さな白い渦が現れたらすぐさまみんなに知らせて航路を変更する必要があること。これが海上竜巻の予兆だ。ここ数年俺はその予兆を一度も見逃したことがない。恥ずかしい話だが、俺の経験の多くは実は姉貴から教わったものなんだ。例えばさっきお前さんに教えた気象観測なんかも、姉貴こそが真の専門家と言える。防除旅館の近くにある小さな漁村を知っているか？姉貴は子供の頃、大人たちと一緒にそこで漁に参加していたらしい。それから生活のため港へ移り住んだ。ずっとそういった環境で過ごしてきたから海の上のことを何でも知っているんだろう。俺が乗船して間もない頃は、これまでの船乗り人生が全て無駄だったんじゃないかと毎日のように考えていた。だが徐々にその新しい知識や見聞への理解が深まっていくと、南十字がなぜこれほどまでに強大なのかが分かった。全ての船体に竜王が鎮座しているわけではない。ここにいられるのはとても幸運なことなんだ。他にまた知りたいことがあれば俺のところに来るといい。もう終わったのか？もっと時間がかかるかと思ってたが、どうだ？難しかったか？また謙遜してるのか。あんたの辞書に難しいなんて文字はないだろ。さあ、始めるとしよう。まず、航海はいつも順調に行くわけではない。怪我や病気は常に船員を悩ませている。では航海中に最も危険なことは何だと思う？その答えでいいのか？なら次の問題だ。もう知っていると思うが、航路は海図をもとに決められる。そして南十字が使っている海図には付属図がついている。その付属図にはいろんな色の補助線が引かれているんだが、それは何のための補助線かわかるか？ほう、そう考えるか。ならば最終問題。長い航海において船体は海上での異常気象を避けなければならない。そのうちの一つが海上竜巻と呼ばれるもので、難破につながる恐れがある。そこで問題だ。海上竜巻を避けるにはそれを予想する必要がある。ではどうやって予想したらいい？よし、私からの問題は以上だ。どうだ、自分の正解数を知りたいか？あんたを優秀だと思うたびに、別のことであんたはまた私を驚かしてくれる。私からの3つの問題だが、見事全問正解だ。それほど難しいものじゃなかったかもしれないが、それでも誰もができることじゃない。きっと真面目に取り組んだ証拠だろうな。さて、あんたほどの素質があれば、そろそろ娯楽科目の勉強に入ってもいいだろう。
あたしらの娯楽科目はどれも本格的なものだぞ。出港から数日は新鮮で浮かれるかもしれないが、何日か経つと毎日のように変化のない海や世間から隔離された生活のせいで精神的な問題を起こしやすくなるんだ。だからこそある種のちゃんとした娯楽活動が必要になる。あたしらの新人訓練にはいろんな娯楽科目を設けてある。例えば釣り、写真、囲碁、虫や鳥に関する遊びとかな。おっと、他にもカズハが提案した鹿や風の声を聞くのもそうだな。新人には必ずどれか一つに参加してもらう。後悔をしているとき退屈しないためにな。もちろんあんたの趣味が素手で怪獣を倒すことだったらその科目を追加してもいいぞ。よし、今日はとりあえずジューザが考えた時間割で授業を進めよう。確か写真の授業だったな。私についてきな。そこまで案内してやる。仕方ない。みんなもう戻って休んでいいぞ。今日の写真の授業はまた今度行う。どうしたんだ、ジューザー。ああ、北斗姉さん。実は写真授業の先生がどうやら体調不良で、今日は来れそうにないんだ。そういうことか。運が悪いな。ほう、意外と博識なんだな。それなら、みんなのために今日は写真の先生になってもらえないか？なるほど。もともと来るはずだった先生も急な連絡だったから、他の授業を準備する余裕がなかったんだ。このままだと今日一日が無駄になっちまうし、旅人が先生になってくれるんならこちらとしてもありがたい。どうだ、やってくれるか？さすが話がわかる。ジューザ、みんなを呼んできてくれ。新しい写真の先生を紹介するぞ。了解っす、姉さん。これで全員集まったな。では先生、授業を始めてもらおう。なんだ？問題ない。いろいろと準備をしてあるみたいだし、撮りたい相手も決まってるんだろ。誰が希望だ？あ、私か？まあ構わないが、あっちを見てみろ。今日の古雲閣の景色は大したもんだ。記念に写真を撮っておくのもいいんじゃないか？代わりに古雲閣の写真を撮ることにしないか？私は撮らなくてもいいだろう。北斗姉さん、忘れちまったのか？この前次の写真の授業で人物の撮り方について学ぼうって決めたじゃないか。初めのうちは風景も新鮮に見えるが、時間が経つにつれて単調になっていく。人物を撮る技術を身につければ、身近な誰かの人生を記録することができて、みんなの退屈しのぎにもなる。これは北斗姉さんが言ったことだったかと。そんなこと言ってたか？私は記憶にないが。そうだ、カイセイはどうだ？彼女なら見栄えがいいと思うぞ。それから富陽、仙木、古月も悪くないだろう。北斗姉さん、それはないよ。うちはともかく古月まで巻き込むつもりなの？人になすりつけるなんて、いつもの北斗姉さんらしくないよ。北斗姉さんはうちらの姉さんでしょ。北斗姉さんが一番ふさわしいよ。そうだぞ、旅人を先生に任命したのは姉さんだろう。こいつの要望に応えるのが筋ってもんだ。それに姉さんはまだ写真を撮ったことないだろう。1枚くらいあってもいいはずだ。最高にかっこよくて威厳のある1枚がな、全員募集の宣伝にも使えるし。あんたらな。あんたまでそういうのならいいだろう。
私もみんなをがっかりさせたくないからな。さて、それでどうしたらいいんだ、旅人先生。こうか。はっ、まさか。写真を撮られたことはないが、これ式のこと。そう、きっと光のせいだ。あんたの見間違いだ。そんなことは言ってない。場所を変えるのか。撮り終わった写真を持って帰ってみんなを指導すると。俺はいいと思うぞ。みんなもそう思うだろう。まあ確かに光の問題はあるかもしれない。だがまず先にあんたの考えを聞かせてくれ。もし本当にいい場所があるんなら考えてやらなくもない。あ、それと念のために言っておくが、必ずしも同意するわけじゃないからな。やはり場所を見てからでないと。陽光の浜か。ああ、確かに心安らぐいいところだ。ただ、海風を浴びるなら市長制号に乗ってみんなと浴びたらいいじゃないか。その方が気持ちいいに決まってる。だから、私は決めた。写真を撮るのはやめよう。悪いな、今回はあんたに借りを作っちまった。仕方ない。どうしたんだ。ああ、北斗ね、実は写真。そういうことか。ほう、それなら。なるほど、旅人が。どうだ。了解っす。これで全員集まったな。なんだ、問題ない。誰が希望だ。なっ、あ、今日の子、代わりに子。初めのうち、これは。そうだ、それから北斗姉さん。北斗姉さん、そうだぞ、それに全員ポス。あん、うん、さて、それでどっか、こうか。はっ、そう、きっと光のせいだ。あんた、そんなことは言ってない。場所を変えるのか。俺はい、まあまず先に。あ、それ防除旅館の近くにある小さな漁村か。あそこにはもう誰もいないはずだが、地図にも載っていないような小さな村をなぜ知ってるんだ。あそこにはまだ宝があるのか。私は宝をたくさん逃してるようだな。実はあそこは私が子供の頃に住んでいた場所なんだよ。あんたに言われたからか、なんだか帰ってみたくなってきた。せっかくだ、行ってみないか。この機会に古巣を訪ねるとしよう。うん、昔と比べてかなり廃れたな。かつては十数世帯しかない小さな、そして目立たない村だった。今残っている数軒の廃屋もいつまで持つかわからない。別に驚くような事件が起きたわけじゃない。ただほんの些細な出来事が重なり、人々は離れていったんだ。私と一緒に村の中を見て回らないか。かつてこの場所は下川と呼ばれていた。なぜならここの人々は最初上川ってところから移住してきたからだ。
そしてここには代々受け継がれてきた釣りの技術があった。私もいろいろと学ばせてもらったよ。今ではもう上川はなくなり、下川もだいぶ変わってしまった。ここの名前を覚えている者もほとんどいないだろう。中へ中掲示板のこの名前ですらもう思い出せない。あ、確かに私がここに来たのはまだ 5,6 歳の頃だった。あの頃は帰る家がなく、あちこちさまよっていた。ようやく半分の米まんじゅうにありつけても、飛び出してきた野良犬に奪われるなんてこともあった。ただ、あの頃の私にとって、米まんじゅうはそう簡単に手放せるものじゃなくてな。だから私は追いかけて、ここにたどり着いたんだ。何人かの漁師が私に気づき、声をかけてくれた。そして、食料を分けてくれたよ。私が泊まるのを見ると、その犬も泊まった。疲れ果てたのか、それともあまりにも飢えていたのか、止まった途端倒れて二度と立ち上がらなくなった。私が見に行くと、その犬はまだ米まんじゅうを口にくわえていた。死んでも離さなかったんだ。まったく食い意地の張ったやつだよ。あんなに弱ってるって知ってたら米まんじゅうくらいくれてやったのに。私は汚かったし、犬と食べ物を奪い合ってた。その上犬を追いかけて死なせもしたしな。おそらく村人には嫌われてただろう。それでも運は私に味方してくれた。当時ここの村長が私を不憫に思い引き取ってくれたんだ。あんた、北斗ってどういう意味か知ってるか？ついてきな。歩きながら話してやる。私がここに来てから1、2年後の冬、村長が不幸にもたちの悪い風にかかって、そのままこの世を去った。その頃村の収穫も落ち込んでいて、取れる魚が日に日に少なくなっていてな。村長がいなくなると村人たちは仲が悪くなり、誰々が小魚を奪っただのデマを流すようになった。最終的になぜか私が罪に問われた。最初から引き取るべきじゃなかったと、私の存在こそが不幸をもたらす、だなんて言われてな。私がここに来た初日、犬を死なせた。そしてそれから村長を死なせ、ここ一帯の魚を全て死なせた。私が村を滅ぼした疫病神ってわけさ。私には理解できなかった。自分は疫病神じゃなく北斗だということを何度も訴えたよ。すると何人かの村人が大声で怒鳴りながら私を村から追い出した。その時村人たちがこう叫んでいた。なんとは生命の兆し、北斗は死の兆しだってな。それまでは自分の名前が空にあるただの星だってことしか知らなかった。その星が市長生だと知ったのはその後のことだ。着いたぞ。ここがかつて村長の家だったとこだ。自分の引き取った少女が後になって村を滅ぼす疫病神だとみんなに思われるようになるとは、あの人も想像していなかっただろうな。ん？他には？そして稲妻にたどり着くと、あの雷神様も神の心をなくした。そうだろ？規模で言うとあんたの方がすごいみたいだな。あんたの言いたいことは分かってる。私は疫病神じゃないって言いたいんだろ？その優しさ、ありがたく受け取ろう。そして忘れないでほしい。海を制する者に無能な者などいないと。嵐で倒れる者は弱き鳥だということを。私は北斗、足を取られ歩みを止めたことなど一度たりともない。ところであんたはこれからも旅を続けるんだろ？世界は広い。
この先どんな出会いが待っているかは誰にも分かりはしない。もしいつかそんなくだらないことであんたを責める奴がいたら、私も共にそれを受け止めよう。忘れないでくれ。あんたがどこにいようとも、南十字の北斗が力になることを。疫病神が疫病神を守る？余計不安に感じるが、私は好きだ。あんたみたいな友人がいて、私は運に恵まれてるな。さ、そろそろ本題に入ろうか、写真の先生。時間を無駄にするな。私の気分がいいうちに撮ってくれ。早くしないと気が変わっちまうかもしれない。で、どんなポーズを撮ってほしい？じゃあ、こうか？取れたか？おかしくないか？見せてみろ。ああ、当たり前だ。さ、早く。うん、なるほど。先生、南十字のため写真の授業をしてくれて感謝する。船長として私はとても満足しているぞ。そして今、船長の名のもとにこの写真を徴収する。今後新人を採用する際の宣伝のためにな。ということで、この写真は遠慮なくいただくぞ。問題ないだろう。騎士と貴族のしきたりは似て。お、もう終わったのか？もっと時間がかかるかと思ってたが、どうだ、難しかったか？みんな、まず後悔はいつも。ではん、その答えでもう知っていると思う。その付属図。ほう、そうか。長い航海において、そこで問題。よし、私からの問題は。よくやった。あんたは、おっと待てよ。そこまで難しくしたつもりはなかったんだが。それともわざと間違えたのか？冗談だ。あんたが得意とする分野じゃなかったってだけだよな。海の生活には慣れてないだろうし。だったら私と一緒にリーウェ港に戻らないか？海では慣れないことも多いと思うが、陸なら本領を発揮できるだろう。南十字の主な業務がどういったものか、ちょうどあんたに見せてやりたかったんだ。もう知っていると思うが、武装船隊としての南十字は海上の護衛隊でもある。ほとんどが護送に関する仕事だ。さまざまな依頼主からの貨物を輸送することで報酬を得ている。だがそれ以外にももう一つ重要な業務を担っているんだ。特殊な商品の販売です。おう、私の会計係よ。やっと来てくれたか。姉さん、
うちをからかうのはもうやめてよ。従座の方はもうすでに準備を始めてるって。他に用事がなければうちも先に行ってるよ。ああ、気をつけてな。そうだな、あいつらには他に用事があるんだ。そういえばさっき千木が言ってたことは正しい。私らが密かに行っている重要な業務っていうのはな、商人の仕事だ。ここで仕入れて違う場所で下ろす。他の商人たちとの唯一の違いは、私らの取引は型にはまったものじゃない。どんなもんか私についてくればわかる。さあ行くぞ、今日の取引相手の元へ。新鮮な魚介、魚介はいかがですか？最高の一品をぜひお見逃しなく。何があるんだ？おっとお客さん、うちは業者向けの魚屋なので何でも揃ってますよ。何をお求めでしょう？歯を抜いたスズキの頭がいい。歯が一本でもあったらいらない。おっと、スズキの歯は喉にも生えてるもんで、そう綺麗には取れませんよ。ならばスズキの身をもらおう。腹に浮き袋が2つついてるのがいいな。1つでも少なかったらいらない。またお難しいことを。スズキには1つしか浮き袋がついていません。ならスズキの尻尾はあるか？外側に黄色い鱗、内側に黒い鱗、 7×7 で合計81枚の鱗がついているのが欲しい。1枚でも少なかったらいらない。外側が黄色で内側が黒い鱗を持つ魚なんていませんよ。それって魚なんですか？それに 7×7 はどう計算しても81にはなりませんよね。お客さん、あなた業者じゃありませんね。申し訳ないですが、あなたが欲しいものはうちには置いてません。何でもあると言ったのは業者のお客さんに対してです。あなたたち向きのお店ではないので、他を当たった方がよろしいかと。あんたのところにいなかったらどこに売ってるんだ？うちは業者向けの魚屋ですので、あなたたちみたいな方は一般客向けの魚屋に行くといいですよ。疑問に思ってるんじゃないか？私らは取引に来たのに、どうして品がないと言われたのか。これは客の身元を確認するための一種の保険さ。本当の取引はこの後だ。新鮮な魚介、魚介はいかがですか？どうぞ見ててください。ここは一般客向けの魚屋か？そうです。ここでは一般のお客さん向けに品物を売ってます。お二人は何をお探しで？鈴木の頭が欲しい。ありますよ、すべて歯が抜けた品です。あと鈴木の身はあるか？はい、お腹に浮き袋が2つついてます。それからスズキの尾を2つ。もちろんございます。外が黄色で内側が黒の尾です。人が見ればまともな魚の尾だとは思わないでしょう。
81枚どころか138枚648枚お客さんのお好きなものを選べます。よし、話のわかるいい店だ。その魚もらおうか。誠にありがとうございます。この注文表を隣の倉庫へ持って行ってください。あなたたちはまごうことなき一般のお客さんですね。ここ一般客向けの魚屋の魚は今も海を泳いでいます。欲しい品があれば倉庫が船を手配して釣りに行くんです。では取引成立。他のためではなく、ただ新鮮なものを求めて。お二人は商品を受け取りに来たのか。じいさん、鈴木を受け取りに来た。まさかお前さんだったとは。だがお前さんが相手でも規則は破れぬ。お二人が求める鈴木は業者向けのものではない。漁師が取ってくるまで待たないとならん。こういった規則はお前さんも知っておるよな。当たり前だ。漁で最も重要なのは時間と場所。海の波、海の月、海の風が揃うのを待つことだ。一つも欠けてはならん。さて、わしから質問じゃ。海の波はいつ起こる？夜半に響く漁民の歌。昇りし月の酔い具合は？酔わずに照らす市長星。海の風はどこへ向かう？幸運に帰して束の間の休息を得る。ああ、わかった。ならばそのように手配しよう。よし、リーユエコーでやることは以上だ。あとは戻って引き渡しを待てばいい。さっき会った奴らは3人ともあたしらの仕事仲間だ。業者向けの魚屋だの一般客向けの魚屋っていうのはどれも人目を欺くためのものさ。鈴木はもちろん品物のことを指す隠語だ。歯、浮き袋、鱗の数はそれぞれ企画のことを指している。最後、倉庫で話した内容で注文が完了する。要約すると、本日夜中に幸運閣で取引を行う。現れるまで市長生はそこで待っている。何が起こってるかは夜になればわかるだろう。そうだと言ったら、あんたはどうするつもりだ？まずは礼を言っておく。だが安心していいぞ。あんたは私が認めた友人だ。でも南十字の人間じゃない。私についてきただけのあんたにリスクを背負わせはしないさ。だから心配するな。少なくとも今日は規則に反するようなことはしていない。北斗船長、お前さんがわざわざ来るとは、わしは驚いたよ。ちょうど私の友人が遊びに来ていてな、南十字がやっている重要な業務を見せてやりたかったんだ。ほう、なるほど。その友人とはさぞかし親しい間柄なんだろう。ああ、もちろんだ。それよりも、品物は全部持ってきたか？
もちろんだ。好きに確認してくれ。待て、全員動くな。何者かがここで違反取引を行い、市場を混乱させているという情報を得た。というわけで、北斗船長、すまないが積み荷を検品させてもらう。おや、違反取引とは何のことを言っているかよくわからないな。品物は全てここに揃ってる。疑わしいものは何もない。好きに検品してくれ。隊長、検品が全て終わりました。中身はジャガイモや小麦粉といったもので、どれも正規品ばかりです。手続きもちゃんと行われています。何だと？何度も確認しましたが、違反しているような品はありません。書類も総務省の許可を得たもので、納税記録も揃ってます。どうやら疑いが晴れたようだな。あんたたち何か誤解してたんじゃないのか？すまない、こちらの手違いだったようだ。戻るぞ。さすがは北斗船長、作詞であられる。お前さんの友人はまだ理解してないようだな。気になることだらけだと思うが、少し歩かないか。順を追って説明する。ではわしはこれで失礼する。北斗船長、今後ともごひいきに。今日の怪しい行動を見て、何か裏の取引でもしているに違いないって思ったんだろ。実はな、総務省の人間にそう思わせたかったんだ。あんたは知らないかもしれないが、南十字戦隊の統領である私とリーウェイ校の大英雄である旅人はな、二人とも総務省にある要注意人物の名簿に載ってるんだ。つまり私とあんたがリーウェイ校に現れるたび、彼らは目を光らせてる。まあこれは敵意があってのことではなく、彼ら曰く私らのような者が事故を起こさないようにするための予防らしい。まあこればかりは仕方ないな。この土地を守ることがあいつらの仕事なんだから。なんと言ったか、一点に集中しすぎると見えるものも見えなくなるだろ。そう、何か思い当たることがあったか。うちの会計係千目のことだ。あんたと私、それにジャガイモや小麦粉を隠れ蓑にすれば、彼女の方は安全に取引できる。何しろ総務省は千眼軍を連れて私らのところに来てるんだからね。そろそろ時間だな。ほら、合図だ。今夜の本当の取引はこれで終わりだ。他に何かわからないことはあるか？もちろんだ。あの女を侮ったら痛い目を見る。だが私らがやりすぎない限り、あいつも深く追及しない。私たちがリーウェに危害を加えることはないと信じてるんだろう。それに総務省にはより厳重に保管された名簿がある。その中に書いてある名前は私にもわからない。だが私は知ってる。そこに書かれた人物や組織こそ七星が本当に警戒している相手だと。話が脱線したな。つまりある意味で私と行幸は共に事業をする仲間なんだ。あいつが欲しがってる奇妙な代物は私にしか手に入れることができない。説明するとかなり長くなるんだが、ある人にとって手の届くところにあるものでも、別の人にとっては命を助ける薬になることがある。だからこうした大した理由じゃない。あんたには他にやるべきことがあるんだろ。あんたがあれを詳しく知らない限り、そのリスクを背負うことにもならない。だから今は教えられない。悪いな。だが
いつか大陸を横断し、あんたが家族を見つけ、すべてが終わったら、あんたを再び迎えた時に詳しく話そうじゃないか。南十字はいつでもあんたを歓迎してる。また船の上で会える日を楽しみにしてるぜ。今副船長のジューザが新入りに説明をしてる。あんたにとっちゃこの部分は退屈だろう。参加しなくていい。この説明が終わった後、新入りの希望と船員たちの判断によって2つの組に分けられる。で、より専門的な訓練を、そのうち彼らには今後安全な航海のための後方支援を担当してもらう予定だ。ちなみにそいつらは南十字の筆？すごい発想力だな。残念だが、私らは満文集者じゃない。もう一組は南十字の矛と呼ばれている。彼らは海上での戦いについて学んでもらうんだ。つまり武装船員だな。また船体の貨物取引も彼らが担当することが多い。どうだ、あんたならどっちに興味がある？そうか、精進することを常に忘れないんだな、あんたは。まずは武装船員として最も基礎的な技術、小型船の操縦を学ぶことから始めよう。私と一緒に来い。それ、これらは視聴整合に搭載された予備の旧式遊撃艇だ。新式の登場で廃れた旧式だが、基本的なものは完備されてる。新入りに海戦演習を体験させるにはもってこいだ。あんたが想像するような派手さがなくてがっかりしたか。残念だが、視聴整合を参戦させること、それはおそらく私が最も恐れる場面だ。実際これまでに起きた衝突のうち、そのほとんどが最終的に交渉で解決してる。交渉が決裂した場合にのみ武装船員と遊撃艇が出動するんだ。もっともこれだけでもほとんどの状況に対応できるがな。本当に視聴整合の砲火を浴びせるようになった時、それはつまり生きるか死ぬかの戦いになっているということだ。視聴整合の役割はただ二つ、それは威嚇と破壊だ。私らは正義を貫く武装戦隊であって、災いを引き起こす戦争屋じゃない。武力行使になっても、どのレベルの武力を使うかは、慎重に考えなければならない問題だ。だから、新入りは小型遊撃艇の操縦方法を習得していれば十分ってわけさ。そういえば、あんたは過去に小型船を操縦したことあるか？操舵手と砲手両方の役割を、そこまでできるとはな。南十字でもそこまでできる船員はほとんどいない。さすが旅人、生まれながらの武装船員だな。なら操縦をする上で大切なことをわざわざ私が言う必要もないな。演習の目標は至って単純。制限時間内に遊撃艇で規定のルートをたどってここに戻ってくればいい。準備ができたら始めよう。私はここであんたの腕前を拝見させてもらう。
この私も大満足の結果だ。旋回にしても直進の時の安定感にしてもちょうどいい塩梅だった。芸術的だったと言っても過言ではない。ならば南十字の重要な業務にも連れて行かないとな。リーユエコーに行くぞ。ついてきな。もう知っていると思うが、武装戦隊としての南十字は海上の護衛隊でもある。ほとんどが護送に関する仕事だ。様々な依頼主からの貨物を輸送することで報酬を得ている。だがそれ以外にももう一つ重要な業務を担っているんだ。特殊な商品の販売です。おう、私の会計係よ。やっと来てくれたか。姉さん、うち従座の方はもうすでに。ああ、気をつけてな。そうだな、そういえばさっき千木が言ってたことは正しい。ここで仕入れて違う場所で下ろす。どんなもんか私についてくればわかる。さ、行くぞ、今日の取引相手の元へ。了解。何があるんだ。おっと、何を。歯を抜いたスズキの頭がいい。歯が一本でもあったらいらない。うっと、ならばスズキの。またなら、スズキの尻尾はあるか。外が。外が。それにお客さん、あなた何でも。あんたのところにな。うちは魚。疑問に思ってるんじゃないか。私らは取引に来たのにどうして品がないと言われたのか。これは客の身元を確認するための一種の保険さ。本当の取引はこの後だ。場所が変わったんだ。新鮮な魚介。魚介はここは一般客。そう。お二人は鈴木の頭あります。あと鈴木の。はい。それからもちろんございます。はよし、話のわかるいい店だ。その魚誠にありがとうございます。この中ここ一欲しい品では。お二人は商品を受け取りに来たのか。じいさん。お二人がもこういった。当たり前だ。さて、夜半に日々登り酔わずに照らす海の幸運に来。ああ、よし、リーユエコーでやることは以上だ。あとは戻って引き渡しを待てばいい。今はっきりと言ってただろ。さっき会った奴らは三人とも私らの仕事仲間だ。業者向けの魚屋だの。い、鈴木はもう最後。本日夜中何が起こってるかは夜になればわかるだろう。そうだと言ったら、あんたはどうするつもりだ。まずは礼を言っておく。だが安心していいぞ。あんたは私が認めた友人だ。でも南十字の人間じゃない。
私についてきただけのあんたにリスクを背負わせはしないさ。だから心配するな。少なくとも今日は規則に反するようなことはしていない。着いたぞ。ここがかつて村長の家だったとこだ。自分の引き取った少女が、ん？そして規模で言うとあんたの方がさその優しさ。そして私は北ところで、もしいつか忘れないでくれ。私はあんたみたいな。さ、そろそろ本題に入ろうか。写真の先生、時間を無駄にするな。私の気分がいいうちに撮ってくれ。早くしないと気が変わっちまうかもしれない。で、どんなポーズを撮ってほしい？はあ？あんたってやつは何考えてんだ。撮影を続けるかどうか少し考えさせてもらう。おい待て、変な感じに撮るんじゃない。私とセピロ。